はい、皆さんこんにちは。いつもご覧いただきましてありがとうございます。陶磁器工房喜楽です。今日はねちょっとねろくろの成形の方法をちょっと紹介してみたいと思います。で、作るアイテムはですね、楕円の小鉢っていうのを作ってみたいと思いますね。こう楕円に歪んだ感じのね小鉢ね。でね、私結構工房始めてからその楕円の小鉢いっぱい作ってるんですけど、それで、ね、結構売れ筋なんですよ。売れ筋だしかっこいいしね、なんかすごく個性も出ますんでね、ぜひね皆さんにもね作ってもらいたいなと思ってちょっと紹介させてもらいますね。で、一応ね、ろくろで引くところ、あとは削るところ、あとは、白化粧で、ね、小引きの器にしますんで、白化粧するところまでっていうのをね、ちょっと一通りご紹介させてもらえたらと思いますんでね、ぜひ皆さんの参考になればいいかなと思います。それではですね、ご覧ください。はい、それではね、今日はね、楕円の小鉢の作り方を紹介してみたいと思いますね。で、今日使うね、トンボ、これ15センチの直径で深さが5センチになってますね。まあ、これぐらいのサイズで作ると使いやすいかなと思いますね。であとは今日使ってる粘土はね、有田唐津に、ウンモを混ぜたやつを使ってますね。まあ、ウンモって要は小引きにするときにね、あの黒い粒々が出るようにわざとウンモを少しね、混ぜて使ってますね。でちょっとね作り方を紹介しましょう。でまずねしっかりこう土殺しをしてですね、で左手の親指で真ん中を探します。で真ん中見つけたらまっすぐ下に掘ります。で大体どうだろうね、 4,5 センチぐらい掘ってもらったらいいのかな。でそこをちょっと広げて上に伸ばしていきますね。でこの、まあ、楕円の小鉢なんで、あの基本的に楕円になっちゃってるから、あの削るときにね、もう薄く削れないんだよね、縁の部分とかは。なのでしっかり作るときの成形、ろくろ成形のときにもう薄く作っておいてあげないと結構ね、重たく出来上がっちゃいますんでね。だからそこがちょっとね、あの丸くないものを作るときの注意が、そこが必要かなっていうところですよね。なので、できるだけ薄くね、作って、それでね、削りに回してあげるって感じですね。今こう薄くなってきましたね。したらね、ちょっと私はね、縁に表情をつけたいので、ここでね、こうちょっと縁の部分をひっくり返します。まあ、ゆっくりゆっくりこう外側に倒していってね、丸くしてあげると、縁の部分のがね、強くアクセントがつきますんでね。で、もうちょっと伸ばしましょうかね。よいしょ。なるべくこの縁のポコッとしたやつを残しておくとね、歪みがやっぱ綺麗に表現できますよね。ここで一回ちょっとトンボ当ててみましょう。そうね、あと1センチぐらいですね。よいしょ。この辺はね、あとね、ろくろをゆっくり回して、ろくろ目をつけながら、全体のこう、なんていうのかな、歪み具合っていうのを調整するとね、面白いと思いますよね。やっぱ多少ろくろ目ついた方がね、手作り感があっていいと思うんでね。ね、これで大体サイズ OK ですんでね。そしたら歪ませる前に皮をやります。まあ、しっかり縁の部分締めてね。で最初にこう縁の部分ポテッと丸くしましたけども、広げた時にそんなにもう分厚くないですよね。でもまあちょっと縁としてのアクセントは効いてると思うんでね。まあ、この辺のその縁の倒し具合でね、どれぐらいまで丸めるかっていうのをね、ちょっと意識した方がね、かっこいい器が作りやすいかなと思いますよね。でこれで成形終わりましたね。そしたらこの時点でこうやってブチュッと潰しますね。こんなもんでしょうね。で一番下でカットします。よいしょ。でちょっともう一個作ってみましょうかね。でこれね、今日私土殺し下からやってないの分かります？でこれ粘土の量が多いんでね、ちょっと下からいちいちやると大変なので、もう作る部分だけね、あの土殺しして使ってる感じです。まあ、粘土が多い時はね、こんな感じで作ってもらっても全然大丈夫なんで、まあ下から練習だと思ってやってもらうのもいいですし、まあ、ちょっと大変だなと思えば作る部分だけね、その都度土殺ししてね、やっていってもらうことも大丈夫です。よいしょ。今薄くなったんでね、縁をひっくり返します。外側にねちょっとずつ倒していくんですよね。でこう丸めてあげる感じですね。でちょっとここからはサイズを合わせますね。よいしょ。でトンボを当てて
もう1個1センチぐらいですね。よいしょ。もう1回当てましょう。あと5ミリぐらいですね。この微調整するときがね、やっぱ面白いですよね。もう微調整のときはこうろくろゆっくり回して、ろくろ目をつけながら全体のサイズをね、もう一回調整するまでね。これで大体サイズ合いましたよね。そしたら皮をやって、よいしょ。で、切る位置を作って、で最後に両肘を、両縁を潰します。でこの時もね、下の方を潰す感じね。こう縁の部分触っちゃうとカーブがかっこよくないんでね。なるべく下の方を潰して、かっこいい感じでね、作ってもらうといいと思いますね。で、こんな感じですよね。ろくろ目もしっかりついてかっこいいと思いますよね。で、まあ一応ね、楕円の器ね、私の工房でもやっぱ結構売れ筋だったりするので、結構使い勝手もいいしね、深さもあるし、持ちやすいしね、で結構おすすめですんでね、皆さんぜひ作ってもらうといいと思いますね。で、次ね、ちょっとね、削っていきたいと思いますね。はい、それではね、楕円の小鉢を削っていきたいと思います。で、午前中作って今ね、6時ぐらいなので、まあ、その日のうちにね、削れちゃうと思いますね。で、私せっかちなんで結構ね、硬くなる前に削っちゃうことが多いんですよね。まあ、ちょっとね、削っていきたいと思いますね。よいしょ。そしたらまずはこのシッタをね、中心に合わせましょう。このシッタはね、粘土で留めちゃいます。でこの手ぬぐいをね、かぶせてね、器に、まあ、傷がつかないようにね、手ぬぐいをかぶせています。そしたらこの器のね、深さを測りますね。よいしょ。で今深さ測りましたね。そしたらここから削っていきますね。はい、それではね、削っていきます。まずね、中心合わせましょうね。で、ちょっと最初ね、上軽く平らにしちゃいますね。で、この器は楕円になってますんでね、ろくろに直置きだと縁が曲がっちゃってるからね、削れないと思うんで、しっかりこのシッタの上でね、削ってあげるといいと思いますね。であとね、削る時のまあポイントはですね、高台の大きさを揃えてあげるっていうことが結構大事です。で、まあ大体底の広さのを目安に高台の大きさ決めてもらうといいんで、まあ、大体ね、55ミリぐらいがまあこれぐらいだといいのかなと思いますね。で、ちょっと削っていきますね。で、さっき印したとこ、ここね。なので、まずね、そこの部分までしっかりこう削り込んじゃいますね。で、あと、作るときもお話ししましたけども、これね、楕円になってますんでね、円じゃないから、この辺きれいに削れないんですよ。だからもう作るときにね、ある程度薄く作っとかないと、焼き上がりがすごく重たくなりますんでね、そこだけちょっとやっぱ作るときに薄く作るっていうのもね、意識してもらうといいかなと思いますよね。よいしょ。でこれで今ね、ある程度削れたんで、ちょっと厚み確認します。ね、もうちょっといけそうですかね。よいしょ。で本当もう高台脇2センチぐらい削ったら、もうそこから上はこのろくろ目残す感じでね。であと高台の大きさちょっと確認しましょう。ね、60ミリ、うん、まあこれぐらいでいきましょう。60ミリでちょうどバランスいいぐらいですね。で今高台外終わりです。でこの内側削ります。もう結構ね、薄く作れてるから、もうざっくり削ってそれでおしまいでいいと思うんですよね。あんまりは薄く攻めすぎてね、穴開いちゃったりするよりは、ちょっと削り跡残すぐらいのイメージでね、削ってもらうとかっこいいのが出来上がると思いますね。で最後ね、高台の上を目面取りしてね。よいしょ。もうちょっとここ行きましょうかね。結構もうざんぐり削っておしまいですね。よいしょ。こんなもんですね。であとこの高台のトップだけね、ちょっと指でこう撫でとくと、使う時にガサガサしないので、少しこうなんつうのかな、ずった時に傷つきにくくなるんでね、まあ、これが必要かなと思いますね。であと最後にね、このハンコをします。まあ、本当はちょっと手で持って押すんですけど、ちょっと今回このまま押しちゃいますね。
グリグリっとね。よいしょ。これでね、高台の削りが終わりです。で、あとまあいっぱいあるんで、まあとにかくこの高台の大きさね、ここを大体同じに揃えてあげるとかっこよく削れると思いますんでね。で、ちょっとね、もう一個削ってみますね。結構あっという間でしょう。もうちょっと削っておしまいですんでね。よいしょ。でこんな感じですね、まあ、これをずっと削っていく感じです。どうでしょう、結構高台脇もすっきりしてますでしょ、うん、これでどんどん削っていきたいと思いますね。はい、それではね、高台全部削り終わりましたね。だいたいどうだろう、1時間半ぐらいかな。それでだいたいもうこう削り終わりた感じですね。で、まあ削る時もね、結構あのざんぐり削ってますんでね、あんまり綺麗に削りすぎない方がこういうね、歪んだ器っていうのはね、かっこいいと思いますんでね、綺麗に削りすぎないというのが、まあ、一つのポイントかもしれませんね。で、ね、今からこれを乾かして今度ね、塩化粧してね、ちょっとね、粉引きの器としてみたいと思いますんでね、またちょっと乾いたら、塩化粧やっていきたいと思います。はい、それではね、削り終わってね、翌朝ですね、結構ね、乾いてきたと思いますね。ちょっと色白くなってきてますよね。で、この状態で、白化粧したいと思いますね。で、若干まあ手前のとか奥のでこう乾き具合の差はありますけども、まあ、あんまり乾きすぎても良くないし、ウェッティでもあんま良くないんでね、まあこれぐらいがちょうどいいぐらいなのかなと思いますね。で、これからね、ちょっと白化粧をかけていきたいと思いますね。でね、私これ削った翌日の朝なんですけど、昨日釜炊いてたんでね、結構すぐ乾きました。なので、まあ、釜炊いてない日だったら翌日の夕方とかかな、まあ、1日後ぐらいに白化粧のやり時になると思うんでね、このちょっと乾いた感じね、これぐらいがいいと思いますね。はい、それではね、白化粧をかけていきますね。まあ、これ白化粧釉薬じゃないよって書いてありますよね。で、これ開けるとね、例のごとくね、白化粧釉薬と一緒で底にこう溜まってますんでね、こうドロドロのがありますんで、これをまずね、よくよく攪拌しましょう。で、攪拌不足だとね、やっぱ白化粧も白くならなかったりね、すごく薄くかかったりしますんでね、まあ、ここはちょっと手を抜かずに、しっかりしっかりかき混ぜていきたいと思います。でね、この白化粧ですね、もちろん白化粧の濃さっていうのは結構大事だったりします。で、これ結構今かき混ざってきてるんですけど、トロトロですよね。で、白化粧が厚くかかると、化粧の表面にひびが入りやすくなりますね。で、あとね、生地を引っ張る力が強くなるので、若干こう生地の乾燥具合によっては生地がパキッとね、白化粧した後に割れたりもしやすくなりますんで、この白化粧の濃さと、あとこっちの生地の乾き具合ね、生地がいっぱい乾いてる時にやると、白化粧をかけた後に縁の部分がパキッと割れたりしますね。要は結構もう乾いて収縮しちゃってるので、その後にもう一回水を与えて水分を与えて膨張しますんでね、その時にパキッと割れちゃうことが多いです。なので完全に乾かしてからやるっていうのはあんまり得策ではないんですけど、ただあんまウェッティでやりすぎても今度白化粧のノリが悪かったりね、白化粧かけた後に乾かなかったりするんでね、その辺がちょっとね、難しいタイミングかなと思いますね。で、ウェッティな時にやっちゃって乾かないとどうなるかっていうと、白化粧かけた後に器がバサッと崩れちゃいますんでね、まあ、そこもまたちょっと難しいところですよね。で、これやっていきたいと思いますね。まあ、これで かき混ざってますね。で、まずね、器の中へ入れて、縁の部分回して、で、ジャバッとするね。で、高台持って、目的のとこまで沈めて、よいしょ。で、あとこの白化粧をかけた時のね、ひっくり返すタイミングね、それで、この、
だれ具合っていうのが出てきたりしますんでね、まあ、これも結構大事だったりしますね。では次行ってみますね。ではこんな感じでどんどん白化粧していきたいと思います。はい、それではね、今ね、白化粧全部終わりました。で今ね、こっちのね、扇風機回しながら乾かしながら置いてある感じですね。でやっぱね、白化粧かけた後ね、なるべく器を早く乾かしてあげた方がいいので、まあ、扇風機とかかけながらね、均等になるべく乾くようにしていきますね。で、今全部かけたんですけど、多分この中でね、何個かこうバサッて崩れちゃったり、あと縁の部分にね、ひびが入ってきたりっていう作品ももちろん出てくると思うんですけど、ね、もう白化粧ってね、そういうもんなので、そういうものがあって普通だと思ってもらってね、やってもらうといいと思いますね。やっぱ縁が割れたりバサッと崩れちゃったりするとショックですけども、ショックなんだけど、それが白化粧の作り方みたいな感じですね。もう崩れるもんだと、ある程度崩れるもんだと思ってやってもらうと、そんなにショックも少ないと思いますんでね、そんな感じでやってもらうといいと思いますね。でこれであとは乾かして素焼きして釉薬かけてね、焼くと粉引きの楕円の器の出来上がりになりますんでね、ぜひね、皆様の参考にしてやってもらうといいかなと思いますね。